輸血後移植変態縮主病あるいは輸血後 GVHD とは輸血後に受血者の体内で狂血者のリンパ球が増殖し増殖した狂血者のリンパ球が受血者の組織を攻撃する病態である PTGVHD または TAGVHD とも略称する免疫不全状態の患者で起こることがあるほか狂血者の HLA 型ハプロタイプが ほぼ接合体である場合は、受血者の免疫力が正常であっても起こることがある。家族間の輸血で生じやすいが、非血炎者からの輸血でも低頻度ではあるが起こる、可能性がある。骨髄移植や、再退血移植の後に起こる GVHD では、骨髄移植や、再退血移植では移植後に作られる血球は、ドナー由来のものであるので、ドナー由来の血液細胞は、 同じドナー由来のリンパ球に攻撃されることはない。しかし、輸血後 GVHD では、ドナー由来のリンパ球が、受血者のほぼすべての細胞を攻撃し、有効な治療法はない。輸血後 GVHD を発症するとほぼすべての患者が死に至るため、予防が重要である。現在では、輸血後 GVHD を予防するため、 輸血用血液に放射線を照射することによって、供血者のリンパ球を根絶した後に輸血を行っている。輸血後 GVHD のメカニズムが分かっていなかった時代から輸血を伴う外科手術を受けた患者の中に、高熱、全身性後半、白血球減少を伴う手術後後飛翔が発生することがあることが知られていた。 免疫に異常のない患者であっても発症することがあり、輸血後 GVHD のメカニズムが分かっていなかった時代の日本では年間100から300人ほどが発症し、一旦発症するとほぼ全員が死亡していた。その時代には輸血は非血縁者の血液より、近親者の血液の方が安全であると信じられ、血縁者間の新鮮な血液が輸血されていた。 輸血用血液に放射線照射が行われるようになってからは輸血後 GVHD はほぼ予防できるようになった。輸血後1から2週間ほどで高熱、高反・下痢が現れた場合、輸血後 GVHD の可能性がある。輸血後 GVHD 患者では、強血者由来のリンパ球が増加し、患者のすべての細胞を異物と認識して一方的に攻撃するため、 様々な症状が現れる。骨髄が強血車ンパ球に攻撃されるため骨髄は低形成となり、白血球や血小板が減少するが、輸血後 GVHD では死亡するまでの期間が短いため貧血は目立たない。増血幹細胞障害による半血球減少を示し、白血球や血小板の減少のため、感染症や出血が生じる。 様々な臓器が攻撃されるために肝障害や腎不全などの多臓器不全による諸症状が起こりうる。また輸血後 GVHD では全身性後半が特徴である。強血車輪波球が表皮に浸潤し皮膚細胞を攻撃することで後半が起こる。輸血後 GVHD が生じるには強血車輪波球が増えるための時間が必要であるため、 一般的な経過では輸血後直ちに症状が現れるわけでない。典型例では輸血後10から11日後に発熱し、その1から2日後に後半が現れ、後半は間もなく全身に及ぶ。後半は進行すると表皮剥離に及ぶ。さらに肝障害や下痢が生じる。その後輸血後16から18日後には白血球や血小板などの減少が明白になり、 輸血後20から22日頃に死亡する。死因としては、白血球の減少による重症の感染症、血小板の減少による大量出血、あるいは凝固障害による多臓器不全が多い。免疫不全状態の患者では輸血された血液の中に含まれるリンパ球を排除できず、受血者の体内で強血者のリンパ球が増殖し、 強血者のリンパ球が受け血者を異物と判断して攻撃する。免疫不全患者の輸血後 GVHD の予防には放射線照射でリンパ球を破壊した血液製剤を使用する。免疫不全状態の患者では強血者の HLA 型が何型であれ、輸血後 GVHD が起こりうる。免疫系が正常に機能している患者が輸血を受けた。 場合にも輸血後 GVHD が起こることがある。これは、HLA の一方向適合が原因であり、供血者の HLA 派プロタイプが、ホモ結合となっている場合に生じる。特に家族間で輸血を行った際に生じやすい。受血者の HLA 型が、供血者の HLA 型と一方向的、適合すると受血者のリンパ玉は供血者の、 リンパ球を異物と認識できないが、強血者のリンパ球は、受血者のリンパ球や、その他の細胞、組織を異物と認識し、強血者リンパ球、受血者の一方向の攻撃が起こる。リンパ球はそれ自体が、増殖能力を持つため、一方向的適合の場合、受血者の体内で強血者リンパ球は攻撃されること、なく増殖することが可能である。 HLA 型の一方向的適合がない場合は、強血車ンパ球と受血車ンパ球は互いに攻撃試案が、強血車ンパ球の方が少ないために、強血車ンパ球は排除され、輸血後 GVHD は生じない。東山博士、他、編著、輸血学改定第三版、中外医学者、二千四年、p 六百四十の表を、改編原点は O と H、安田 H。 ノグジエム、エトール、リスクオブトランスフュージョン、アソシエーテッドグラフトバーサス、ホストディジーズアズ、エイリザルトオブダークテッドドーネシャンズフロムリレーティブス、トランフジアン1992-32、691から3、輸血後 GVHD が発生する頻度は、民族によって異なる。均一性の低い民族では、HLA 派プロタイプが一致する確率が低いために、 輸血も GEVHD も少ないが、島国に住みた民族との接触が少なかった。日本人は民族学的に均一性が高く、輸血の0.1%から1%ほどで起こると考えられている。日本人は HLA 型の多形性に乏しく、HLA 派プロタイプがホモ結合になる確率が高い。ホモ結合のこの血液を親に輸血した場合は、 確実に一方向適合になる。他人であっても、ホモ結合の強血者の血液と反一致する確率は HLA 型の多形性に乏しい、日本人では高くなる。韓国人は HLA 型の多形性という点では、日本人より多様性に富み、ドイツ人と同程度である。他民族からなる移民国家であるアメリカ人では、 HLA8 プロタイプが、ホモ結合になる確率は低い。強血者が、HLA8 プロタイプが、ホモ結合者でなければ、輸血後 GVHD が、起こらないので、すなわち輸血後 GVHD の起こりやすさは、民族的均一性と比例する。親子、親族間の輸血では、非血炎者からの輸血に比べて輸血後 GVHD が生じやすい。強血者は、 HLA ハプロタイプが、ホモ結合者であっても赤の他人ではハプロタイプが2つとも、強血者と異なる確率が高いが、親子では確実に、親族間でも効率に一つのハプロタイプが一致するためである。日本人では、親子間の輸血で一方向的合音が生じる確率は、非血縁者の8倍、アメリカ白人では15倍になる。典型例では、 臨床像から輸血後 g v h d を疑うのは容易であるが、確定診断には患者の血液中に強血者リンパ球が増殖していることを証明しなければならない。輸血後 g v h d 患者では、強血者由来のリンパ球が患者のリンパ球を一方的に攻撃しながら増えるので、輸血後 g v h d 患者の血液では、リンパ球は強血者由来のものに置き換わっている。 強血者と受血者の性別が異なると判断は容易である。男性の強血者から血液をもらった女性患者が輸血後 GVHD を発症した場合、血液中のリンパ球には Y 染色体が見られる。女性の強血者から男性の受血者への輸血での輸血後 GVHD ではリンパ球の染色体が XX になっている。 強血者と受血者の性別が同一である場合は DNA を精査して判定しなければならない。強血者リンパ球を抑えるためにステロイドや各種の免疫抑制剤、コーティリンパ球抗体、コー CD52 抗体などが試みられているが効果が認められた治療法はなくシクロスポリン A や骨髄移植で命を救ったわずかな例が報告されているに過ぎない。 輸血後 GVHD では、発症から死亡まで数週程度であり、移植治療を行うことは困難である。最も効果が確実なのは、輸血用血液製剤に15から 50G の放射線照射を行い、血液製剤に含まれるリンパ球を排除することである。ただし採血後15日以上経っている血液製剤では、リンパ玉は活性を失っているので放射線照射は、 必ずしも必要ない。採血後15日以上経っている血液製剤ではカリウムが高値となっているため、さらにカリウム値を上昇させる放射線照射はむしろ害となることもある。輸血を行う直前に放射線照射を行うことでカリウム値の上昇を避けることができる。緊急時や血小板輸血、高カリウム血が使えない場合などを除くと、 新鮮血を積極的に使う必要はないので、輸血後 GVHD 予防の観点からは、新鮮血は避ける。不必要な輸血は避ける。特に血縁者からの新鮮血の輸血は避ける必要がある。また、もしも自己血が使えるならばそうすべきである。白血球フィルターで白血球を除去する方法もあるが、確実ではない。緊急時などで放射線照射を行っていない。 新鮮血をやむを得ず、使う場合には、事前策として、発血球除去を行う。ありがとうございます。